に公開されている KML ファイルの方を取り込んで、はい、あのまあ、ナビゲーションナビエリートの方に吸い込むんですね。でそうすることであのこれオービスのアラームの場所なんですけども、はい、まあ、こういった形で表示するというようなことができるようになりました。御社、はい、としてオービスの情報を提供するということは、まあ、なかなか難しい。ユーザーの方が自主的に、ね、やられているということで、と合わせてですね、6月のリリース予定なんですけど、はい、今どこナビというものがありまして、まあ、あのインターネット上に共有の合言葉を複数のユーザーさんで共有することによって、そのユーザーさんが、まあ、どこにいるよっていうのが分かるような仕組みを、はい、やろうとしてます、はい、こちらの方がもうついてるんですね。これはデモ機ですね。まだ出てない。そうですね、はい。で今こういった形で、すいません、ちょっと UI も変わったんですか。 UI はそうですね、若干変わってますね。でいろいろなちょっと今回あの、まあ、いろいろバージョンを出して、はい、あの表示をしてますので、そうね、今ここにいる私のこのナビと、あとですね、岡崎の方に置いてきた、はい、ナビがここにあるよっていうのが表示できて、で、目的地を、まあ、ちょっと今一時的に富士スピードウェイにしてるんですけど、ここにしましょうということで、みんなでそこに向けて、まあ、ドライブしていくというような。これリアルタイムに反映されるんですか。5分に1回ずつサーバーを見に行くような形になっています。ご来場の皆様にご案内いたします。アネックスホール。ここでですね、あのメッセージを共有することができまして、まああのこういうふうにやっていくと、他の端末ではこれがまたあのこのドライブレインっていうアカウントの方から近くまで来たよっていう連絡が受けれるというような、まああのいわゆる LINE みたいな操作性でやっていこうと思います。あの、まあ、ある意味車載ナビより高機能なものが乗ってて、まあ解像度的にも、ええ、まあ、車載ナビより高くて、ええ、まあ、けどナビの価格は3800円っていう非常に、ええ、まあ商売になるのかなみたいな心配もあるんですけど、うん、そこら辺のなんていうのかな、まあ、開発の思想の考え方みたいなのは どうですか。そうですね、あのやはり車載には車載の良さがあ あると思っていて、車との連携っていうところはやはり車載でしかできないというところだと思うんですけども、そこに至るまで その案内の方法っていうのはスマートフォンだったりとかインターネット環境とつなぐことで、よりあの詳しく鮮度の高い情報がユーザーさんの方に送れると思う、うん、ただ、もしナビを持ってない方っていう方がいる場合に、こういったナビエリートみたいな、あのスマートフォンだけで完結できるような案内ができればというところがありまして、なるほど。あのここにスマートナビリンクユーザーと情報の共有が可能です、できますというのは、はい、そうなんです。これは、スマートナビリンクをもう Android と iPhone とあるんですけれども、はい、こちらの方がですね、同じく、先ほどのこのここですね。そうですね、ここと、あと岡崎のものと共有してまして、同じように、情報を、はい、他のユーザーと共有するというようなことができるという形になります。これは、まあ、実際にルート引くんではなくて位置情報がお互いに共有できる、そうですね、はい、はい、